ホットバージョンボリューム158 DVD 最終号。峠最強伝説。今回はあのライバル対決です。あのはい、シビック R とメガーヌです。お、来たね。これ結構何回もやってません？これだってさ、世界が注目するじゃん、はい、ルノー、メガーヌに待望のマニュアルミッションが登場。ついに FF 最速の峠バトル。うわ、よく曲がる。この四輪走だに慣れたら、これコーナーはこっちの方が早い。ニュルではね、こっちの方が早いんでね、分際でもきっとこっちの方が早いんだと思います。そしてチューニングが難しいと言われた新型シビック R の合同テスト。そこには新たな FF スポーツの走りがあった。攻めがいのある車だね。お、すごい曲がるようになった。最高。大人気の俺の S6 が一番だ選手権。今回はライバルマシンのアルトとコペンが乱入。厄介なアルトだ。あれ初登場で初代 NSX のような楽しさがあるとドリキンがうなったアルピーヌ。それは一体どんな走りなのか、実際に乗り比べテストを実施。アルピーヌ A110 は NSX を超えたのか。すごいね、テンション高い。落ち着かせて走らせるのが難しいね。ギャップ怖くない？こういうちゃんと車がまっすぐ向いてる。後ろから奏でるエンジンパウダー止まんないね。さらにスタジアムスーパートラックレースのアメリカ出張レポート。ドリキン AE86 行ってきます。平成最後のアタックと盛りだくさん。疲れる。ホットバージョンボリューム158、全国の書店、インターネット書店でお求めください。皆さんこんにちは、 DK 土屋圭一です。僕のライフワーク、ね、ホットバージョン、これがですね、2019年がついにモデルチェンジをいたします。まあ今後の新作からですね、全てインターネット配信で皆さんにご覧いただけるようにします。まあ思えばですね、1991年ボリューム1が出た時、これこんなでかい VHS だったんですね、こんな厚い。そこからモデルチェンジして DVD に移行して、で DVD の時代が終わって、今の時代はね、もう本当インターネット時代ですけれども、やっぱこう時代に合わせて皆さんがね、いつでもこう手軽にどこでも見れるような、そんなホットバージョンにしていきたいと思います。僕もまだガンガンこれから走りますので、今後のホットバージョンにご期待ください。